よかったらマイク持っていただいて、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、踊り豊島会長しております、はい、申します。今日はですね、配膳中にもちょっとね説明しましたが、またお客さんが変わっているそうですね。改めて審査の基準を説明させていただきます。ここから審査部門の方に入っておきますが、今大会ではユニットジュニア、ユニット一般部門、それからよさこい審査部門、ダンス団体部門というふうに3部門に分かれております。ユニット部門は、10人未満の方たちのチームの方のことを言いますが、こちらの方で選考します。よさこいはよさこいですね、チームの、ジャンルが違いますが、そういうふうにジャンル分けをさせていただいております。ダンス団体部門に限りましては10人以上、今大会では36名が、最多のチームとなっております。すごいですね。で、今回その審査の中では各部門からですね、それぞれに、全11チームですね、全部、今のよさこい団体、よさこい団体ユニットを合わせて全11チームをですね、入賞チームを選ばせていただきます。でこちらのチームの方は後ほどですね、ゲストの皆さんの後に発表をさせていただきたいと思いますので、今から皆さん、しっかりとダンスをですね、踊って頑張っていただきたいかなと思ってます。よろしくお願いします。まずはじゃあ11組の中に入らないといけないということですね。第一段階としてはね、ひどいですよね。はい、もうね、出場者の皆様はいろんなことじゃない感じで練習されたことで練習が、はい、どれだけ意気込みがあるのかっていうのが分かります ね。素敵な、今回何といっても踊り豊島というのは商品が素晴らしい。お例えば糸島のですね、本当に名産です。有名な、いろいろありますね。はいですね、醤油、梨、卵、ぶどう、それがありますかね、明太もありますね。たくさんいろいろありますよね。ちょっとごめんなさいね、今名前を言い忘れてしまったところ申し訳ございません。後ほど劇場から詳しくね、お越し届いております。聞いてる限りでは出場者より出場者のお母さんたちが喜びそうな、はい、しかもですね、日常で使えるやつも質がいいやつ。おはい、珍しいものです。はい、わかりました。まずは11組を狙って、はい、このステージ踊っていただきたいと思います。そして、じゃあ、ぜひ先生もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、では審査員の方々にご紹介していただきま、ね、しましょうね。皆さんステージにちょうどお迎え、会場の後方なんですけれども、トラックが、はい、ステージ審査室となっております。はい、糸級のトラックでございますね。糸島を誇る糸級のトラックに座っていらっしゃいます、はい、審査員の先生方をご紹介いたします。はい、まずは福岡県議会議員浦勲様。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。浦先生は踊れますか？見る方が専門ということですね。はい、はい、続いて糸島文化協会会長柴田純様、よろしくお願いいたします。お願いいたします。校長先生のような雰囲気でいらっしゃいます、見守ってくださいます。はい、お願いします。はい、そして総合審査員として日本体操連盟理事でいらっしゃいます岸由美様、よろしくお願いいたします。お綺麗な肌ですね。はい、そして、はい、特別審査員といたしまして、はい、ビーバップクルー東京よりリッキー百武よしよの失礼しました。リッキー百武信義様に来ていただいてます。よろしくお願いします。すごいです、あの方が。すごい方なので緊張して噛みまして、 すいません。だって安室奈美恵さんとか愛さんとか、はい、ダパンプさんとか、いろんな方のダンス、振り付けだとかサポートをいろいろされている、まあ日本のストリートダンスをもう広めた、立ち上げた、支えた、生んだ、そんなすごい方なんですよね。審査員の皆様がお揃いになりましたので、ここからは早速審査部門をお届けしてまいりましょう。はい、それではちょっと私たちはこちら側にずらして、はいはい、そうですね、はい、準備はいいですか？さあ参りましょう。まずはダンスユニットジュニア部門です。おい、
ってくださいますのは NNPDMs の皆さんです。ご紹介します。 NNP 上級クラスの中学2年メンバーです。今日は同学年7名息ぴったりでかっこよく踊ります。日頃の練習の成果をぜひ皆さん見てください。それでは参りましょう。 NNPDMs の皆さんです。どうぞ。Where?
続きましてはリトルクイーンズの皆さんです。トゥワイス大好きな私たち、今日はここで踊れるのを楽しみにしていました。楽しく踊ります。よろしくお願いいたします。さあ、ダンスユニットジュニア部門3組目はリトルクイーンズの皆さんです。どうぞ。Fire.
ラーダンスユニット一般部門です。グローブ優花ビーズラブの皆さんです。初めて本格的チアダンスに挑戦しました。今年東京の学校を経たピクシーオーレ卒業生が作ってくれた振り付けです。慣れないダンスに意見を出し合って、そして息を合わせて笑顔でエネルギッシュに踊ることを目標に練習しました。さあそれでは参りましょう。 From You Come In Love の皆さんです。どうぞ。
本続いては D&D クイーンの皆さんです。私たちはダンスが大好きな仲良し3人組 D&D クイーンです。普段はダンス以外にも体操もしています。今回は私たちの柔軟性やアクロバットなダンスをお楽しみください。一生懸命踊りますので応援よろしくお願いいたします。さあそれでは D&D クイーンの皆さんどうぞ。
ありがとうございました。ワロタピーポーの皆さんでした。続いてはボディー M の皆さんです。皆さんこんにちは。中川町からやってきました。糸島で踊れることを楽しみに一生懸命練習してきました。大好きな仲間と一緒に踊れて幸せです。応援してくださいとのメッセージです。それではボディー M です。どうぞ。
ありがとうございました。ボディー M の皆さんでした。さあ続いてはユニットジュニア審査部門では最後のチームとなります、プリキュアの皆さんです。年少の年中のチームです。元気に可愛く踊ります。何でもできる、何でもなれる、輝く未来を抱きしめて、ハグッとプリキュア。立ち位置は OK。 それではプリキュアです、どうぞ。ご覧になって
もうどれがどれやろ、皆さん大変上手なんで、採点が大変迷うところでございます。はい、素晴らしいです。そうですよね、もう孫を見るかのような目で温かく見守ってくださってました。よろしくお願いします。はい、そして福岡県議会議員の浦勲先生、いかがでしたか。はい、ちっちゃい子が可愛すぎる、ね、ちょっと高めにつけてしまいました。点数を持っちゃって。そうですよね、どの子も可愛いですから、どのチームも高得点ってことになりますね。ちっちゃい子が可愛い、ね、あ、ちっちゃい子も特にね、糸島のね、輝く未来ですからね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、はい、東京から今日は来ていただきました特別審査員のビーバップクルー東京、リッキー百武信義先生です。よろしくお願いします。すみません、リッキーさんとお願いします。リッキーさん、ね、名前をフルネームで呼ばれることめったにないので恥ずかしいんですよ。いや、そうですね、ダンスコンテストあるあるなんですけども、はいはいはい、意外とヒップホップですとか今風なダンスの、コンテストの方が多いんです。で、その中でいろんなジャンルが入ってきます。なかなか難しいですね。全然違うジャンルをジャッジするっていうのは本当に難しいんですよね。見方がどんどん変わってきます。特に子どもたちなんかは本当に可愛らしくて、僕の見方としてはお母さん方衣装頑張ったんだろうなとか、なんかそんな感じが見えます。はい、確かにそうですよね。どの皆さんも衣装も、そしてメイクもですね、素晴らしいですから、きっとせ後ろではお母さんたちが衣装を着せてメイクをしっかりヘアメイクをしてこのステージに上げてるんでしょうね。そうなんですよ。結構リッキーさんも前のめりで見てくださってましたもんね。そうです、そうです。それと曲の方ですね、はい、皆さんいい感じに選曲されてると思います。それとミックス、2曲使い、3曲使い、1曲で終わるかなと思ったら2曲、はい、3曲使い、そのリミックスの感じもね、すごい皆さん慣れてらっしゃいますね。前もってね、お話伺ってたんですけども、ダンスをする皆さんはリッキーさんにこうやって審査をしていただくというのがなかなかないチャンスですから、通常のダンスのステージとは違う意気込みで今日ここに来られていると聞いております。まさか音楽のミックスのことまで言われると先生たちもますますやる気になりそうですね。ね、でもリッキーさん、リッキーさんは東京から来られてこの糸島、はいはい、ちょっと降りる、なんか駅もわからなかったって聞いてますけど、今東京に住んでますけど、もともと博多ですから。あ、そうだったんです、失礼いたしました。もうこの辺の二見ヶ浦とかもう得意中の得意ですから。あ、はい、そうですか。この辺はもういい、いい、はい、まあいろいろと。よかったです、よく知っております、この辺は。よかったです。東京生活が長くて海外で活躍されてるから、はい、ここの福岡を忘れてないかなと思ってたんですけど。いや、全然忘れてません。大丈夫ですか、はい、あ、そうですか。まあでも福岡のダンス、まあ、まだ9組しかご覧いただいてませんけれども、10組しかご覧いただいてませんけど、はい、ダンスのそのレベルっていうのも違うんですか。いえ、これね、全国的に北海道とかも沖縄のコンテスト、こういった町のコンテストとか呼ばれて行くことがちょくちょくあるんです、はい、で、毎年ラスベガスの方の世界大会、はい、もうビッグイベントの国際的な大会も、はい、ジャッジメントとして、参加しておりまして、で、世界的に言うとですね、はい、日本のレベル高いんですよ。あ、世界的に言っても、うん、子供たちもやっぱりすごいです、高いです。世界のダンサーの子は日本を見てます。だから北海道行っても沖縄行ってもね、みんな同じようなレベルですね。うまい子が多いです。そうですか、うん、感性が育ってますね。多分これ教えてくださる先生のレベルが上がってるっていうことも確かに言えるんじゃないでしょうか。先生方の努力も感じられるレベルの高さなんですね。わあ、なんか嬉しいコメントいただきましたね。そうですね、ついついちょっと聞きすぎちゃいましたけども、すいません、まだまだ審査は半分ぐらいでございますね。よろしくお願いします、はい、そしてまだまだ、はいはい、そうです。そして日本体操連盟理事の岸由美先生にも、ここまでご覧いただいていかがでしたでしょうか。とてもですね、どのチームも毎年毎年とてもスキルアップしてて、もう審査にはとっても
悩んでおります。でちっちゃいお友達は本当に可愛くて、あと曲と踊りがとても合ってるなという感想を持っております。なんかこれからもこの後のチームを見るのも楽しみにしております。頑張ってください。先生やっぱりご覧いただいてて、あこの子は輝いてるなとか、ええ、やっぱりそういう風に感じることってあるんですか？そうですね、なんかもう熱意がこっちの方に伝わってくるような踊り方とか表現とか感じております。そうですね、もうどの子もどの子も輝いているのがその遠くまで伝わっているということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。審査員の先生方、全く予定してなかったんですけれども、お話いただくチャンスがないですから、はい、ちょっとお時間いただいて急にマイクを振ってしまいましたけれども、またお時間あったらやってまいりますので、よろしくお願いいたします。もうお戻りくださいって。あ、わかりました。そうですか。はい、はい、ありがとうございます、はい。まあ、今ねご覧いただきましたのはジュニア部門でございます、まだまだユニットの一般部門がこの後このステージで繰り広げられます、お時間になりましたら始めてまいりたいと思います。そしてその間でございますが、この会場内のご案内も合わせてさせていただきます。こちらですね、もう皆様お手元にはプログラムはお持ちでいらっしゃいますでしょうか。今ご到着なさった方、プログラムはステージ向かって左側のテントのところでお渡ししておりますので、受付本部で無料配布しておりますプログラムをぜひお手に取ってご覧になってください。中村さん、はい、おいしい香りがしてますよ会場は。私今いとこの卵のたこ焼きのとこおります。たこ焼きにいる。たこ焼きっていうのはステージ向かって左右、はい、ステージ向かって左手の左手側、皆さん、はい、左向こう見てください。はい、こちらも本当に美味しい香ばしい香りしております。はい、そうですね、そうそう、今ね麦田さんが そのテントを歩いてくれておりますが、はいはい、今日は会場内飲食物、唐揚げ、カレーパン、ジェラート、はし巻き、唐揚げ、ビール、JC の皆さんも頑張ってます。はい、頑張ってください。もう反対側の右側のステージも、あそこに理事長がいらっしゃいますが、うどんとか、ね、他にもずっと揃っておりますね。はい、クレープの、旗も上がっておりますけれどもね、美味しいものがたくさんございます。本日は会場の飲食ブースぜひご覧になっていただいて、お召し上がりながらこちらご覧ください。食材がいいからね、糸島はね、なんでも美味しいですね。そうなんですよね、また手作りマルシェブースなどもありますのでご覧になってくださいね。また今日はお子様もたくさんお越しくださっています。ステージをご覧いただくのはもちろんなんですが、この後ろのところには丸太公園もございます。丸太公園もぜひご利用になって遊んでいただきたいと思います。さあ、いい？こちら紹介しなくて。あ、そう、まあ、ちょっとだけ歩いて、もうね、25分からは次にもう一般部門行かなきゃいけないからね。はい、はい、日向うどんの肉うどん。はい、こちらはここクレープ、クレープですね。はい、水戸ブーブーバーガーもいっぱいあります。ウインナーも焼き鳥も、ソーセージも、焼きそばも、焼き鳥も、はい、飲み物もあるよ。おほほ、すごい、改めて見ると本当豪華ですね今日。そう、はい、美味しいブースがたくさんです。まあ、皆さんね、召し上がっていらっしゃいますかね。皆さんも召し上がるところじゃない、娘さん、息子さん、お孫さんの、はい、出演をね、ちょっと写真を飲んで見守ってるかもしれませんが、ビデオ撮影も大変だと思いますけれどもね。ぜひね、皆さんお召し上がりながらご覧いただきたいと思います。さあ、投稿している間にもう時間が来てしまいました。審査員の先生方、引き続き続いてはユニットの一般部門ですのでお付き合いください。よろしいですか。そして会場内の皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたしま す。お願いします。さあ、それでは参りましょうか。準備は大丈夫ですか。はい、それでは参りましょう。ユニット一般部門です。登場してくださいますのはクラウンの皆さんです。私たちクラウンは福岡市西区下大和で誕生活動し、今年の5月から沢楽田熊のダンススタジオ BeforeJFH で活動。年齢も個性もバラバラですが、ダンスになると息ぴったり。ちょっとした
お芝居も見どころですということで、衣装も素晴らしいですね。はい、さあそれでは準備していただきましたら始めましょう。ユニット一般部門です。クラウンの皆さんです。どうぞ。
習してきたので、その成果を発揮して楽しく踊りたいと思います。優勝しますという力強いコメントをお預かりしました。それではダンスユニット一般部門ユニオンの皆さんです。どうぞ。ございました。ユニオンの皆さんでした。続いてモコトノの皆さんです。第7回踊れ糸島、お届けしていますのはダンスユニットバン部門です。続いてモコトノの皆さんの紹介文をご紹介させていただきます。私たちはそれぞれ個々で活動したり寮で活動したりして、いろんなイベントなどで踊らせてもらっています。新しいことに挑戦しながら、これからも飛躍できるように頑張りたいと思います。それではダンスユニット一般部門、続いてモコトノの皆さんです。どうぞ。والكتب والمصلي والتلاميذ
ありがとうございました。モコトノのお二人でした。さあ続いては NNP ブースバンプスの皆さんです。 NNP 上級クラスバリバリの JK チームです。キレッキレの振りと速いフォーメーション展開が今回見どころです。力いっぱい踊ります。それでは NNP グースバンプスです。どうぞ。Come to the club and
Okay, girls, let's show them how it's done. Get it over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say,
かね。ピリ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 っていう動きでしたね。すごかったね。はい。はい、お届けしております第7回踊れ糸島、はい、以上の皆様でユニットのジュニア部門と一般部門が、はい、終了ということになりましたね。すごかったですね、どのチームも。そうですね、落ち着けたい。そうですね。さあ、まだまだこのステージでは熱い戦いが繰り広げられていきますが、はい、もうちょっと私たち今日一日司会をさせていただいておりますけれども、ほとんどかけ慣れてここに立ってませんの、あの人たち誰ってなってると思うので。ああ、そっか。ちょっと自己紹介させていただきましょうか。はい、はい、ということで、今日一日司会進行を務めさせていただいております、私は中村美由紀と申します。よろしくお願いいたします。はい、みーちゃんです。誰も呼ばないでしょう。ありがとうございます。はい、そして私、糸島市在住です。三崎が丘の駅のすぐそばに住んでおります。麦田陽子です。そして私たち2人揃って、ザ・ビーチーズです。よろしくお願いします。改めまして、あら、娘さんの同級生のお友達ですか？あ、本当だ。あ、本当に？幼稚園のママ友が。あ、お友達がいっぱい。ありがとう。あら、ミニオンがお宅の娘さんのお友達ですか？なってますね。はい、まあ、糸島もね、本当ね、レベルがね、ダンスのレベルも高いということを聞いておりましたけれども、今日はたくさんの糸島の市外の方も参加してくださっているということでしたからね。熊本や唐津や、はいはい、大太鼓、大野町、小川町。ね、糸島の隣もね、福岡市内からもお越しいただいておりますね。すごい揺れてましたよ、この丸太駅公園を中心に、はい、糸島市がバーって揺れてる感じで、さっきここいるほど歩いてたら、はい、亀がびっくりしておりました。してないやろ。ほんとや、亀が池から飛び出した。何の騒ぎかいなって。みんな踊りをしゃーって、今亀がやっぱり驚いてました。驚いてました。ほんで気になる方はどうぞこの池をも見に行っていただきたいと思いますけどもね。はい、まあ、このようにお届けしております。現在は審査部門ということで、はい、かなりビビッとしたね、緊張感が走るこのステージ袖なんですけれども、見る方は楽しいですけど、出る方はやっぱドキドキですよね。そうですね、はい、さあ、そしてこの方々もやはり緊張感を持って審査してくださっていると思います、はい。